外の全ての人が X って言い出しても俺はずっと Twitter って言い続けますよ。俺か俺以外か、違うわ、あのさ、それはいいんだけど、まあそのね、まあ、ガンバリーリエ PSA10 僕が当てたカードですよ。あれが8日から今月の8から、16日の間超強化買取月間ということで、あ、買取週間ということで、ガンバリレーが150万買取、帽子リレーが80万買取ってある、書いてあったとこあるんですよ。でね、それをずっと残しといてるんですよ、はっきり言ってこれ今の相場ではかなり高いんですよ、この買取は。でも、まあ、ちょっと正直分かって、ある程度予想はしてましたけど、8日ぐらいには相場がまだそんなに下がってなかったんですよ、ここ8日ぐらいとか7日8日8だっけ、なんかそこら辺ぐらいからガクって下がったんで、そのなんか再販がどうのこうので、そうで水戸まで来たんすけど、で電話出ないんですよ、門書あるある、電話番号書いてあるのに電話に一切出ない、何回かけても電話出ないのよ。でも足運ぶしかないじゃん、そしたらもうで水戸まで来たんすよ。もう今ここ茨城の水戸です、はい、茨城の水戸です、これ、はい、オーパっていうところ、オーパでいいのかな、 OPA っていうなんかデパートっていうの、こういうのデパートっていうか、こうショッピングモールっていうんですか、オーパって読むのかな、わかんないけど、はい、茨城の水戸のオーパ、そして5階にあるポケ堂というカードショップに来たんですけど、まあ多分無理だろうなと思ったんですよ。でもね、ずっとなんかこう更新なんか消されてもいないし、買取価格更新もされてないから、ツイッターで行ってみようと思って、でもね、ここに着いた瞬間に気づいた、今までずっとね、そのガンバリレーとか帽子リレーとかそういう買取額のことに対してその後ツイートしてなかったのに、俺が着いて40分前ぐらいに帽子リリエの PSA10 を69万8000円ぐらいで売ってて、で買取額80万のままなんですよ。もうありえないじゃんだったら俺が行く前にそれをツイートしろよ、マジで、ふざけんな、マジで、なんで今までずっとそういうの更新しなかったのに、なんで俺が着いた瞬間そういうツイートするの。もうそれで判断できない、まあ、同じ PSA10 でもね、箱になんかこう難があるとかそういうパターンで減額のパターンもあるけど、マジか、マジっすか、まあ無理だとは思ったよ、正直、無理だとは思った。だって今安く売ってるとこだったら、多分ガンバのそんなに難がないようなやつでもワンチャン120万台ぐらいで何日か前に売ってて、多分売り切れちゃったんだけど、カードショップ で120万ちょっとぐらいのあれで、マギの委託販売で売ってたから、まあ無理だとは思うんだけど、まあでもそれ売り切れたけどね。でメルカリとかスニダンとかも見たけど、130万台ぐらいで売ってたりするから PSA10。 あー、匿名の方、お前がお前がお前が、アラブの席をウィドズビリエッツソフトバンクソーマズ花火、ありがとうございます、ありがとうございます。まあ無理だとは思ったよ、無理だとは思ったんだけど、やっぱ無理だったね。うわー、マジか。だってここが仮にさ PSA10 のガンバとかをさ150万満額で仮に年難癖つけないで買い取るとこだったら、これ売って俺秋葉原行こうと思ったんですよこれガンバの150万売って、で帽子を80万で売って、秋葉原行ったら多分今もうちょっと安く買えるんですよ、店の買い取りで、あ、買い取りじゃない、販売で、でそこで買い直そうとしたんですよね。でワンチャンその状態、もちろん状態見てケースとかに全然傷がなければもう一回ここまで往復して、もう一回ここに売りに来ようかなぐらいまで思ったんですけど、まああるわけないよね、そんな夢物語だったわ。まあどうせそうだと思いました。まあそんな甘くないですよ、人生。きついね、そんな高くあるね。いやでもね、店によってそういうなんつうのあるんですよ、そういう
何程度店って基本的に儲かるようにできてるけど、あの買取価格と販売価格、販売価格の方がもちろん高くは、まあ、要するになんつうのスプレッドみたいなもんですよね、 FX8 が。だ普通に考えたら無理なんだろう、そんなで儲けられないよって思うかもしれないけど、店それぞれなんかあの買取月間なんか このカードだけすごいなんか高く買い取るよとか、あと店によって販路が違ったりするんで、このカードはあの結構なんていうんですかね、うちだったら高くさばけるなみたい なんか そういうのもあるから、だから海外に売るとかさ、あとなんか別に店舗構えてても例えば田舎のとこと秋葉原の、ね、一等地だったらもう全然その売れる確率っていうかが全然違うじゃないですか、うん、だからそういう感じで店のなんかそういうちょっと不利な販売価格買取価格だとしても、本当店によってはね、基本的には店ってそういうなんかやっぱ相場とかねよく見てると思うんですよ。なんか損したくなく儲けるのが仕事なんで、いろんな毎日のツイッターなりなんなりこう更新してるところね、あれを見たりとかすると思うんですけど、販売価格買取価格見れるの。でもそういうの全てを把握、人間だし全てを把握してるわけでもないし、うまく検索しないとなんかヒットしないような買取表とかもあるから、そういう感じでリザヤっていうのかなみたいなのを取ることがたまにできたりするんですよ実際、うん、実際はね。まああんまり滅多にないですけど、ない仮想通貨で言ったらなんか仮想通貨で例えたら知ってる人いるかわかんないけど、その業者によってなんかその例えばビットコインだったらビットコインのその販売価格とかが違ったりするんですよ。でこっちでは安く売ってるのにこっちだと高く売ってるみたいな。でそれで安いところで買って高く売ってすぐにこうパッてやっちゃえば手数料引いても儲けられるみたいなことが滅多にないんですけど、たまにあったりするんですよ。そういうんで稼いでやつもいるんで、うん、まあ無理でしたけどね。まあ正直これは無理だと思った。今下がってるから相場、しかも相場がちょうど下がる前ぐらいの買取表だったんで、買取表の作成日がだとは思ったわ。どうしよう。ああだそうだ、もう帰るか。何これ、パチンコ、パチ屋じゃないか、メーカー、あ、ゲーセンか。なんか飯ここでさ、車止めたら食ってこうと思ったけど、駐車代30分以上止めると捉えるから、で何も買ってないし、いいや帰ろ、帰って、それで帰り道で駐車場のある飲食店で飯食おう。そうだね、取られちゃうからお金。はあ、ということでね、僕帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。吉井さんも配信してると思うので終わります。お疲れ様です。ただなんかそれの報告をみんなにしたかっただけです。吉井さんの配信見てたらさ、俺が女といるとかってコメントあったからさ、女と別にいないのになんかもう言いたい放題だなと思って、ただポケカを高く売りにワンチャン来れないかなと思って来ただけなのに、まあ、別に今女隠してるって可能性がね、このまま枠を切ったら残るかもしれないけど、俺別に本当に一人ですけど、まあ、どうでもいいやそんなの。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。僕帰り、飯食ってから帰ります。吉井さんに言っといてください、飯食ってから帰るって。お疲れ様でした。ということで茨城の水戸からでした。お疲れ様です。